佐藤飛鳥ミニラジオネクストトゥモロー。はい、佐藤飛鳥です。今週もあなたが元気になれる90年代の楽曲募集しちゃったので、聞いていきたいと思います。なんと先々週ぐらいに、私が尊敬するすごい方からリプが来てたので、そちらのね方の楽曲を紹介していきたいと思います。すごい。うわー、すごい。こちらの楽曲、高瀬和也さんのリクエストで、プロパガンダで、P マシナリーという楽曲です。こちらの曲はですね、1985年の楽曲になります。ドイツ出身の4人組バンドの、曲になります。 PV もすごい独特で、ボーカルの方は女性の方なんですけども、エピソードもいただいております。こちらのリプですね、よくシャカマンダラに通っていた時に聴いていた楽曲ですっていうことなんですけど、私シャカマンダラって知らなくて、高瀬さんなんだそれ合ってるのかな読み方と思って Google 検索したら、なんと90年代80年代に流行ってた、ディスコ、すすきのにディスコあったんですね。ディスコで、ディスコでこう通ってる時に高瀬さんが聴いてた楽曲らしいです。皆さんよかったら高瀬さんの気持ちになれるかもしれない、聞いてみてください。プロパガンダでピーマシナリーでした。そしてお知らせです。来週からなんとこちらの、ネクストトゥモローミニラジオなんですけども、ツイッタープラス YouTube で上げていきたいと思います。来週からね、盛りだくさんになっていくので、皆さん聞いてくださいね。はい、よろしくお願いします。佐藤飛鳥でした。 See you next tomorrow。